中澤久志氏は日本のビッグバンドジャズの草分けのバンドスター・ダ・スターズのトロンボーンプレイヤー。後に MBS ジャズ・オーケストラ主催。毎日放送、素人名人会の常任審査員を長く務め、名公評で番組を支えた高知県生まれ。中澤久志氏は後年ジャズプレイヤーとして活躍することが知られるが、その音楽経歴のスタートは、 彼が15歳の時に入隊、所属した高島屋音楽隊である。1924年に創設され、第一期生には谷口又氏、第二期生の音楽隊に中澤が所属した。後の我が国のジャズ面もここから数多く育った。一般に1920年代、1930年代はジャズエイジとも称されるように、米英音楽の黎明期でもあった。 バイオリンとトロンボーンをこなし、NHK 大阪でのレコーディングにも参加していた。1932年、兵庫県ヶ崎市クイセ地区に競っていた4県のダンスホールの学士からメンバーを選抜した4ホール連盟ダンスオーケストラが組織され、中澤も加わった。メンバーの中には、中澤久志氏のほか、ジミー原田、平川銀之助といった日本人もいたが、 当時27歳にして、監督指揮を担当した、ビディコンデを筆頭に、グレゴリオコンデ、レイモンドコンデは、もちろん、テオドロ・ジャン・サリン、ジョニー・ハーボットル、トニー・アレバロといったフィリピン学士たちが多くを占めていた。オリシも、ダンスホールの人気が高まっていた1931年21歳の時に上京し、フロリダダンスホールバンドに参画。 1933年京都にオープンした桂ツ会館に中澤久志氏の専属バンドが結成され一旦規範した。1934年に大阪から念願の東京進出を果たした定築のレコーディングオーケストラにも杉原大蔵や南里文雄平原津と村と共に参画し、ディックミネを擁した定築前世時代を演奏で支えた。同時に、 テートザ専属の中澤久志氏とそのオーケストラを結成し、モダンなスタイルで1940年まで活躍した。東京都千代田区富士見町から渋谷区代々木本町に転居。戦時下に統制迫害を受ける中、規範してグランド京都オーケストラを結成。戦中に東大阪市、河野池神殿、滋賀県を打つと疎開した後、兵庫県足屋市から、 大阪府池田市朝日が丘に今日構え、関西に定住。ひな子夫人との間に、長男、中澤園樹、次男、久人、三男、秀俊、長女、久子、四男、和俊、市、五男、正市を設ける。瀬川正久の、博来を音楽芸能し、ジャズに踊って、山折正人の、日本スウィングタイムで紹介されているように、日本のジャズポップスの水準が高まったのは、 日米海戦直前の1941年だった。日中戦争が泥沼化する中、適正音楽であるジャズに対する世間の風当たりは、日増しに強まってきていたが、そんな風潮とは裏腹に演奏者たちのテクニックや、作編曲の能力は格段の進歩を遂げていった。大阪松竹少女歌劇団の歌姫、笠木静子が、松竹楽劇団の旗揚げ公演。 スイングアルバムに参加したのは1938年4月。この時、同歌劇団に作、編曲と音楽式で招かれていた、服部良一と出会う。戦時体制が逼迫してきた1941年の正月工業、桃太郎単を最後にシンガポールドルは3年足らずで解散するが、笠木は歌手として独立すると、トロンボーン奏者の中沢久志氏をリーダーに、 笠木静子とその楽団を結成。しかし、米音楽が禁止され、そのレパートリーを著しく制限されていった。ハットリョイは、戦後、阿波谷ノ子や笠木静子に、歌謡ブルースやブギュウギを作曲、編曲する。これらが空前のヒットとなった背景には、戦前のジャズメンたちの演奏能力や、上海疎開帰りのミュージシャンに追うところが大きい。 戦中戦後の中澤久志氏は、戦争映画外国映画の音楽録音に関わり、関西オーケストラや大阪フィルの指揮も振っている。牧野光制作、関川秀夫監督の映画、聞け、和田摘の声のスターダスターズに参画、後に京都にあったや美少ダンスホールで美少ジャズオーケストラを結成。民放ラジオテレビの黎明記に新日本放送。 毎日新聞の高橋晋三に誘われ、NJB オーケストラとして新日本、放送専属バンドを結成し1951年にスタート。NJB オーケストラ時代は、自らも演奏しながら、NEC 新空間の協賛を得て、NJB ジャズパレードと題して、伊藤香織のナレーションによって、スタン・ケントンバンドのナンバーなど斬新な作品を演奏紹介した。 あとに毎日放送テレビ開局に伴い、中澤久志氏と MBS ジャズオーケストラとして会唱。毎日放送では、音楽番組のスタジオビッグバンドとして、関西を代表するビッグバンドとして活躍すると同時に、ロングラン番組となった素人名人会では、大久保玲、レ笠木静子らと共に、常任審査員を長く務め、名公評で番組を支えた。 1971年8月4日、毎日ホールにて、MBS の公演にて、中澤久志志式、MBS ジャズオーケストラによる盛大な歓暦祝、久志中澤オンステージ記念コンサートが開かれた。ゲスト、とはえ、モア、ゴールデンハーフ、ピートマック、JR、南里文雄、古谷光北村英二、小田悟る、砂賀博、服部良一、笠木静子など。 ありがとうございます。